最も警戒すべき日時、それは2月17日木曜日の朝の5時の時点だということです。最も範囲が広いのはですね、ECMWF モードでもやはり GFS モードと同じ、あさって木曜日17日の午前5時の時点ですね。まあ降雪量の方は GFS 同様にですね、それほど大雪になる予報ではないようです。3時間ごとの降雪量が1センチを超えてこないので、まあそれほどですね、どか雪というような予報ではないようです。九州の福岡ですね。明日16日水曜日、曇り時々雪の予報、雪マークがついています。九州地方に雪のマーク。降水確率は6時間刻みで 30%、40%、30%、40% というような予報。そして明後日木曜日ですね。17日の予報なんですが、こちらも福岡で曇り一時雪の予報。気象庁の最新情報で降水確率は 40% ということで、西日本地域、九州地方の福岡。十分な警戒をしていただきたいと思います。降雪速報の時間がやってまいりました。14日バレンタインデーの大雪の予報ですね。気象庁も国交省もですね、警戒を呼びかけているその記者会見を開いていたんですが、まあ、とりあえずですね、雨とな、まあ、雪の降るところもあったんですが、大雪にならずに済んだということで、まずはめでたしめでたしということになりました。問題は16日の水曜日から17日のですね、木曜日にかけて、この2日間、今度は西日本地域、それも今度は九州地方でご覧ください。降雪の予報が出されている点に十分に警戒をしていただきたいと思います。16日から17日ですね、主に17日の午前中にかけて、もうお昼になるとこのようにですね、とりあえず九州地方は雪が引くんですが、やむんですが、この近畿地方と四国地方、それから中国地方の山陰地方ですね、このあたりはまだまだ雪が降り続いているようなウィンディの GFS モード、アメリカ海洋大気庁のはグローバルフォーキャストシステム、全球予測モデルの予報となっております。十分に注意をしながらですね、今後の最新情報をこまめにチェックしていただきたいと思います。キーポイントとなるのはですね、やはり GFS モードの場合は16日と明日の水曜日と、それから明後日17日の木曜日、この2日間が一番のターニングポイント、降雪のですね、予報が出されている西日本地域の警戒日ということになってきましょうか。日付は2月19日土曜日のお昼になったところ、また九州地方の南ちょっと離れていますが、南岸低気圧がですね、徐々に北東の方角へ進んできていながら、なおかつこの雨雲ですね、雨雲を引き連れてきているのがお分かりいただけるでしょうか。と同時にですね、雪も降り始めています。日本海側を中心にですね、中国地方から北陸、東北地方、まあ、近畿地方もそうですね、降り続いているというような日本列島全体の降雪予報図をご覧いただけているのではないかなと思います。白が雪、水色が雨、そして、灰色が何もないところ。という、この最新情報、ウィンディの GFS モードとなっております。全球予測モデルですね。21日の月曜日に入ったところ、やはりですね、ちょっと範囲広いんですが、やはり東北地方と北海道ほぼ全域、そして日本海側の北陸、近畿、中国地方というような、この降雪の最新情報、予報が GFS モードで出されているということになってきます。まあ先へ行けば行くほどね、この天気予報の精度というのはどんどん下がってくる。これはもうしょうがないことなんですけれども、一番先の予報ですね、GFS モードの一番先の予報、2月の25日午前0時まで見ることができます。ですからやはりですね、一番注意をしていただきたいのは、明日16日の水曜日、それから17日木曜日の朝にかけて、この西日本地域の九州地方と四国地方、中国地方の一部、ここですね、降雪の予報が出されています。でもざっとね見ていきます。ちょっとね、あまり今日は時間がないのでざっと見ていきますが、まず九州地方ですね、
予報時刻は2月17日木曜日の午前5時なんですけれども、まあそれほどですね、降り積もるような量ではないようです。3時間ごとの降雪の予報は1センチ未満のところがほとんどというのが九州地方の降雪予報。四国地方も見てまいりましょう。3時間ごとの降雪量を予報ですが、こちらも1センチには、まあ、ほぼ全域で満たないというような予報となっております。中国地方も見てまいりましょう。中国地方もそうですね。3時間ごとの降雪量、1センチを超えるところもあるんですが、3.2センチのところ、ここはどこでしょう？3時間ごとの降雪量が、京都府と兵庫県の境目のあたりですね、山中になります。3.2センチ、3時間ごとの降雪量で、3センチを超えるところ、養父市というところ、養父市と豊岡市のちょうど中間地点のあたりですね。これどっちなんだろう？おそらく兵庫県、京都府かな？あ、京都府ですね。京都府だよな。あ、京都府ですね。京都府の、ここが1時間、3時間ごとに3センチの予報が出されていると、ちょっと降雪量が多いのかなというところではあります。日本列島全体を見てみるとですね、あとは、まあ、日本海側を中心にですね、降雪の予報が出されている17日の午前5時、ここに十分にご注意をいただきたいというところです。次。ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースとする ECMWF モデルも見てまいりましょう。本日15日火曜日から明日16日の午前3時になっているところであります。北海道と東北地方の日本海側、北陸地方、中国地方、全部日本海側を中心にですね、降雪の予報が出されている点にご注意をください。水色が雨。そして白が雪。黄緑色ですね。これが雪混じりの雨。そして緑色がベタ雪。灰色が何もないところとなっております。水曜日、明日16日から木曜日、明後日の17日ですね。午前4時の予報、ご覧ください。九州地方、それから四国地方、それ中国地方の山陰地方ですね。午前中はやはりですね、降雪の予報が出されているという点に十分に警戒をしていただかなければなりません。最も範囲が広いのはですね、ECMWF モードでもやはり GFS モードと同じ。明後日木曜日17日の午前5時の時点ですね。まあ降雪量の方は GFS 同様にですね、それほど大雪になる予報ではないようです。3時間ごとの降雪量が1センチを超えてこないので、まあそれほどですね、どか雪というような予報ではないようです。四国地方も見てまいりましょう。3時間ごとの降雪量。まあ多いところでも1センチちょい、1センチ超え。かなというところですね。3時間ごとの降雪量。それと、中国地方の山陰地方ですね。日本海側。こちらも全般的にですね、まあ、多いところでもやっぱり 1.7 センチ。ここは兵庫と京都府の境目のあたりでしょうか。それ以外はだいたい1センチ未満というような3時間ごとの降雪の予報が出されているということですね。北陸地方とそれから近畿地方の一部、和歌山県のあたりですね。このあたりも1センチから2センチほどの降雪の予報が出されている状況となっております。ECMWF モード。あともざーっと早送り見ていきましょう。南岸低気圧が九州地方から北東方向。まあ、東北東ですね。東北東の方へ移動してくるのがですね、19日の土曜日からということですが、この南岸低気圧はもちろん雪を降らせる低気圧でもあるんですが、それほどですね、この全国的に大雪になるということではなくて、まあ、主に、雨を伴った、この南岸低気圧ということになっておりまして、まあ、それでも日本海側を中心にですね、多くの地域、中国地方から近畿地方、北陸地方、東北地方から北海道、日本海側を中心にですね、降雪の予報が出されているというような21日の最新情報、予報となっております。で、この後もやっぱり東北地方とね、この北陸、地方、及び北海道はずーっと雪が残るんですが、じゃあ東京の方はどうでしょうか？東京地方、関東地方ですね。ちょっとまた再び怪しいなと思えるのが、2月24日木曜日の午前9時の時点。関東地方の、それも東京はですね、雪ではないんですが、雪混じりの雨の予報ですね。この緑色、あ、ベタ雪か。
ベタ雪の予報がですね、関東地方かなり広範囲で出されているというような ECMWF モードの最新情報になっております。一番先はですね、2月24日木曜日の夜8時までとなっております。ですからやはり警戒すべきは、あさってですね、最も注意すべきはあさって2月17日木曜日の、午前中ということになってきます。それでは最後、ドイツ気象局、ダイチャウェターディンツの気象モデルをベースする DWD のアイコンモードでも見てまいりましょう。この黄緑色ですね、これが雪混じりの雨、白が雪、そして水色が雨、灰色は何もないところという風になっております。それでは最も心配な17日ですね、あさって17日木曜日の午前中の西日本地域はどうなるかというところなんですが、このアイコンモードはですね、まあ、確かに降雪の予報は出されてはいるんですが、九州地方及び四国地方、さらには中国地方の山陰地方ですね、日本海側に降雪の予報は出されているんですが、まあ、こうして見比べてみるとですね、やはりその GFS モード及び ECMWF モードほど広い範囲での降雪の予報は出されていないという最新情報になっているんですが、相変わらずですね、この中国地方、近畿地方、北陸地方、東北地方の日本海側を中心にですね、雪混じりの雨の予報が出されているというようなアイコンモードの最新情報となっております。18日になりました。19日、だんだん雪が止んできて、一番先の予報、2月20日ですね、20日日曜日の午前0時の予報ご覧ください。結構西日本地域だけではなくてですね、この東日本地域の東京も含めたかなり広範囲にわたってですね、降雪の予報が出されています。ただこれは白の雪ではなくて雪混じりの雨ですから、まあ雪ほど積もらないのかなというような予報にはなっております。ただやはりですね、雪混じりの雨であっても今後予報が変わる可能性がありますから、まあ今後の最新情報を十分に警戒注意しながらこまめにチェックの方を続けていただければと思います。気象庁の最新情報とも比較してみましょう。気象庁の最新情報ですね、気象庁の週間天気予報7日先まで、今夜15日の火曜日から22日火曜日までの1週間の天気予報で、まあ北海道とかね、青森とかこの東北地方はまあ雪降るんで、まあざーっとでちょっと飛ばします。でちょっとね、注意してご覧いただきたいのは九州の福岡ですね。明日16日水曜日、曇り時々雪の予報、雪マークがついています。九州地方に雪のマーク、降水確率は6時間刻みで 30%、40%、30%、40% というような予報。そして、あさって、木曜日ですね。17日の予報なんですが、こちらも福岡で曇る一時雪の予報。気象庁の最新情報で降水確率は 40% ということで、この、西日本地域、九州地方の福岡、十分な警戒をしていただきたいと思います。まあ、ひょっとしたら降らないかもしれません。ただ降らなかった場合でもですね、嘘つきとかね、フルフル詐欺だろうとか、なんかそういうそのアンチコメントを書かれてもですね、これはあくまでも予報ですよということしかお答えすることはできません。アンチコメントには返答いたしませんが。降雪予報ということで、まとめに入ります。まあ、何度も申し上げているようにですね、アイコンモードは指して広範囲ではなかったんですが、最も警戒すべき日時、それは2月17日木曜日の朝の5時の時点だということです。 GFS モードですね、アメリカ海洋大気庁ノアの気象モデルをベースとするグローバルフォーキャストシステムの最新情報、九州地方及び四国地方ですね、西日本地域、そして中国地方、近畿地方、広範囲にわたって降雪の予報が出されています。ただですね、3時間ごとの降雪量を見てもそれほどドカッとこう降り積もるような、北海道のようなですね、とんでもない大雪になるような予報ではないということがウィンディの最新情報で読み取ります。で、 ECMWF モードも同様ですね、同時刻です。2月17日木曜日の朝5時の時点の降雪予報なんですが、
九州地方から四国地方、かなり広範囲にわたってですね、降雪の予報は出されているものの、しかしながら3時間ごとの降雪量を見てみても、1センチから多いところで2センチ、まあ例外的に3センチのところも GFS モードではございましたが、とんでもないドカ雪が降り積もるというような大雪の予報にはなっていないようです。ご注意いただきたいのは、広範囲にわたって雪が降る予報が出されていますよということになってきましょうか。ということでですね、今後も当台風速報チャンネルはですね、降雪に関する最新情報を速報でお達ししてまいります。大雪の予報が不安で心配で夜も眠れない方以外もですね、ぜひチャンネル登録の方をしていただいて、最新情報を入手していただくことで、今後の防災情報に最大限にお役立てをいただければと思います。フルに活用なさってください。私からは以上になります。降雪速報、まあ、こうして見比べてみるとですね、やはりその GFS モードおよび ECMWF モードほど